続いては2区、4区、6区です。この3つの選挙区は水の前の戦いとなります。まずは静岡2区です。共産党の新人山口雄貴さん、自民党の前職井林辰憲さん、立憲民主党の新人福村隆さんの3人が立候補しました。大井川の水をめぐる問題で揺れる2区はリニア問題も大きな争点になると見られます。続いて静岡4区です。自民党の前職深澤陽一さん、国民民主党の新人田中健さん、日本維新の会の新人中村健一さんです。去年4区の補欠選挙で争った自民党の深澤さんと国民民主党の田中さんが再び戦うことになります。元富士宮市議の維新中村さんが参戦し、40代の3人による戦いとなります。続いて静岡6区です。自民党の前職勝俣孝明さん、日本維新の会の新人山下幸喜さん、立憲民主党の前職渡辺修さんです。立憲の渡辺さんが8回連続当選し、野党が守り抜く選挙区なんですが、前回の選挙では自民の勝俣さんとわずか631票差、大接戦でした。ここに若手の山下さんが加わったことで、さらに激戦が予想されます。教育環境をしっかりと進め、ふるさとで生まれ育った子どもたちが、私たち沼津伊豆半島で本当に生まれてよかったな、そう誇りに思えるようなふるさとを皆さんと一緒に築いてまいりたいと思います。この子どもたちが大きくなったときに、この日本が経済成長をして、そして希望が持てて、そして誇りが持てる、そんな国にしていきたいんです。そのためには国会には緊張感、これがなければいけないんです。与党と野党の勢力が拮抗してひっくり返して、そうしなければ政治は真っ当にならない、健全な民主主義にならない。野党が強くなければ与党も真面目にやらない。一党が好き勝手やるような政治はもう終わらせる。6区は激しい選挙戦となりそうですが、ポイントはどこと見ていますか？はい、こちらです。県東部は、6区は県東部から伊豆半島まで広いエリアなんですが、代表殿となるこちら沼津市での戦いが今回鍵になりそうなんです。はい。